今日は今編んでいるこちらのだるまの柔らかラメの糸で編んでいるブランケットというか、まあ、赤ちゃんのおくるみとかそういうのになる、なればいいなと思っている少し小さめのブランケットを編んでいるのでそちらの紹介をします。今編んでいるのが編めているのがこれぐらいになります。見えるかな、今まだねこれぐらいしか編んでないんですけど3号針で編んでるのでねちょっと細かい感じで編んでいるのでそんなに思うようにじゃんじゃん編めない感じなんですけど一応ねこれぐらいのサイズを編んでいます。はい。編み方の説明をします。はい。見えるかな？これぐらいかな？使っている糸はちょっとね柔らかラメで編んでいるので結構柔らかめのブランケットなので。ブランケットの名前はそのまま柔らかブランケットにしています。あ、くしゃみが出た。使っている糸は先ほども紹介したんですがだるまさんの柔らかラム35番、アクリル60%、ラムウール40%、 30g の103mの糸になります。ベビーマフラーは1個、ベビーベストが3個、子供ベストが 4から5個って書いてますね。指定の針は棒針4から6、鍵が5から6なんですが私は今細かく編むのが好きなので1個落として3号針で編んでいます。多分4号針でも良かったかなと今思っているところです。はい、使用している針はこれヒヤヒヤのUS2.5 号針ですかね、3ミリのヒヤヒヤのこれ多分120センチかな、ちょっとブランケットより長めの針を買ったのでこれ多分120センチ針ですね。ちょっと長すぎるんで、まあ、180とかでも編めるかもしれないです。はい、そしてが10目一模様になるので、はい、作り目をして2段目から編んでいくんですが、この赤い囲の10目一模様になるのでプラス最初のこの1目2目入るので10目プラかける自分の好きな長さの数字プラス2になります。これみんななんて言うんだっけな、10の倍数のプラス2ですね。なんか言い方がおかしいなと思ってた。10の倍数のプラス2名ですね。これが正しい言い方かもしれない。10の倍数プラス2ですね。
編水はこんな感じになります。単純なものをね編みたくて、この10目2段をさえ覚えてしまえば、編める編み方です。私の場合は10の倍数プラス2で作り目202スタートしています。で今から幅を測っていこうと思います。大きくても良かったかなって今思ってるんですが、ここまで編んだのでもう編み直したくないので、でこれは一旦これはねこのサイズで仕上げます。はい、サイズは多分これだとね膝掛けどころか多分赤ちゃんのブランケットおくるみとかブランケットにはちょうどいいかなと思うので、このサイズになったので、まあ、四角に、ね、正方形に編もうかなと思っています。そしたらね赤ちゃんのおくるみとかにできるのでちょっとこう収縮性が少く編み目も編み模様になるんですが、ざっと65、6センチってとこですね。幅が202目だと65から66センチぐらいになりました。はい。一玉がここで終わったので、9.5 ぐらい一玉で書いとくか。一玉で編めるということで、これでちょっと後で計算してね、何玉あれば、あ、ちょっと今計算した方がいいか。じゃあちょっと計算機を持って、昔使ってた iPhone でちょっと計算してみますね。66ぐらいにしたいんだから、66割る6.947 になったので、こちらのブランケットを真四角に真四角というか正方形にするには 6.9473684 って出たので7玉ですね。7玉使用すれば、66ができるという計算になりますね。はい、大体7玉用意してもらえれば66センチ角のおくるみというかブランケットが完成する計算になります。実際にちょっと編みますね。やっぱ長すぎるな。120センチはちょっと長すぎるかもね。逆になんかちょっとこうたぐるのがめんどくさいかもしれない。100センチがね、8
80センチあるんだけど100センチがないから一応120センチです。もうブランケット用で買ってるハリなので、編みますね。これは裏面を編んだんですね。こちらの裏面を編んでいくところです。もうちょっと近い。編み図をね見なくても編めるんですが、まあ何段か3、4段編めば覚えられる単純な模様に。で、編んでいます。ずっとねセーターとかばかり編んでいたので、私はね何を編むのが好きかずっと自分でなんか靴下をねいっぱい編んでいる方とかセーターをいっぱい編んでいる方とかいろいろいて、私は何が一番編むのが得意で何を一番上手に編めるのかなって考えた時に、私は一番多分編むのが好きなのはブランケットなんですよね。こういうなんていうのかな模様を自分で考えて、まあそれこそアラン模様は得意じゃないので、透かし編みは好きだけどアラン模様は好きじゃないので、透かし編みの模様を考えたり、毛糸によってはねこの糸は透かし編みで編んだ方がいいなとか考えたり、ちょっとねもう8玉ぐらいあるとねブランケットって大体の編めるので、まあ大きさにもよるんですがブランケット編むのが一番好きなので、なぜかというと何のかな、それこそセーターみたいに減らし目増やし目もないし、自分の好きな模様に考えた模様とか編み目とかで自分の考えた編み図とかで好きなように編めるし、なんていうかな、すごくずっと瞑想できるというか、集中して編めるし、まあ、あとは増やし目とか減らし目がないとか模様も自分で考えて単純な模様とかを考えて編んでると、なんかテレビを見ながらとかでも編めるし、だからなんかブランケットを編むのが好きなんだなっていうのが自分で分かりましたので、ちょっとねネットで少し今まで編んだものとかをフリマアプリとかで、ね、出品できたらいいなと思っていて、なんかブランケットだったら自分が編むのがね苦痛じゃないのでいっぱい編めるかなと思っているところです。話がちょっとガチャガチャしちゃってるけど、まあねこう普通はねこういうのをひたすらずっと大きくなるまで編むのって、まあ、マフラーとかショール三角ショールは違うけど減らし目とかあるし増やし目あるし、ブランケットみたいに減らし目とかがないやつは飽きるとね、飽きる人も多分いると思うんですけど、私はねあんまり飽きないんで、本
とにらめっこしながら編むやつの方が苦手で、もう嫌になっちゃって途中でやめたりね。セーターだったら袖編むのが特に好きじゃないから、袖なしセーターがね編みかけで、編みかけの袖なしセーターがね何着かあったりするんですけど、ジャケットは持ち歩いて編んだりもするし、瞑想したい時にとかに編めるから、そういうのをねちょっとずつ編んで、フリマアプリとかでちょっと出品してみようかなと思っているところです。ただうちはね猫ちゃんもいるし、犬も柴犬もいるので、まあ、そういうのがね気にならない方のみの、のみにね出品にはなると思うんですが、一応そのあたりはねちゃんと水通ししたりして、そういう配慮はね少しちゃんとできたらいいなと思いながらやっています。ただねブランケットはねやっぱ細かい3号針とかで、まあ、5号針ぐらいでも、まあ時間はねすごくかかると思うんで、そんなにポンポンフリマアプリとかに出品できると思えないんですけど、まあ編んでね、今まで編んだやつはねそろそろちょっと出品してみようかなっていうところです。今準備中なのでまだまだ先になるとは思うんですけど、そういうところもできたらいいなと思っています。今ね裏面を編んでるからね、あんまりこうお見せできないっていうか、まあ、裏もねそんなに、だいたいもうブランケットは裏表があまりないような模様にしたいなと思って考えてるんで、これ今裏面なんですけど、そんなに、ね、裏っぽくなく、まあ、ただね糸のねこう糸端はこういう風になってんで最後に始末はするんですけど、裏も表も大丈夫なような模様で編むといいですよね。ちょっと今裏がもうすぐ終わるので、こっからここのね10目1模様のところをちゃんと最初から順番にお見せできたらなと思って、はい、はい、今裏面が終わりました。表はこんな感じの模様になります。見えるか、縦縞みたいな、もうこれは模様は変えずにこのままの全面これで編んでいきます。はい、で裏がこんな感じですね。あまり裏も表も関係ないような模様にはなっています。ここから少しだけね編み方をお見せします。まず今は裏を編んできたので、ここですね、この最初のクロスするところですね。これこう右左前手前なんていうのかな、左前にしてるんですけど、そしたらもう右前の方が編みやすかったんで右前に変えて編んでいます。これはもうどっちでも大丈夫です。別に何のこだわりもないので、クロスさせます。メディアスでクロスさせます。そうするとこの端っこが、糸端がね後で縁編みをしなくてもいいような模様みたいになるんで、くるくるってね、私は右目
右前のクロスを編んでいますね。クロスを編んだらペラ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 メペラメで表目表目裏目裏目裏目でまたここがクロスですね。右を前にしたいので一目をこちらに休めさせて次の目を編んでさっき休ませた目右側の目を拾ってこれだとねすごくクロスさせるのが簡単なんでこの編み方でやっています。はい、今日は今編んでいる柔らかラムで編んでいる赤い可愛いね糸のブランケットの紹介になります。またこれもどんどん編み進んでいってまた中間報告とかね進捗状況とかをお伝えできるようになるまでねちょっと編んできます。はい、少し編み進めてきました。今3玉目に入っているところです。で1玉でだいたいまあざっとなんですけど 9.9 センチですね。1玉 9.5 だから 9.5 センチぐらい編めているので7玉ぐらいあれば66から66の角の、ミニブランケットができるんですけど多分これは水通しして水通しして、チームとかを当てると多分この66センチは少し伸びると思います。模様がこういうここに縄模様とか入っているのでゴム編みっぽくなっていてちょっと伸びるタイプなのでここが少しプラスアルファが出るサイズになると思います。まあ、何センチになるかちょっとまだ編み終わって仕上げで水通しして、乾かしてスチームを当てたりすると正確な長さになると思うんですけどその編んでる途中のサイズは多分このぐらいになると思います。仕上げをしたら少し大きくなると思います。はい、ここの単純な模様で編んでいるのでこちらさえ
則的な模様なので覚えてしまえば結構簡単に編めると思います。これはね、お出かけした時とかに編んだり、何かと何かの編み物と編み物のね、編んでるやつの間で編めればいいなと思います。そう、一つ編み方でお伝えすることが、最初の表を見た時に右側のバッテンクロスっていうか縄編みのように編む編み方は、どちらが上か編んでいってどちらが上がいいかが分かってきたんで、こちら側は表を見て、こちら側は左前がいいですね。で、最後のこちら側、ここですね、こちら側のバッテンは右前でやるのがいいっていうのに編んでいって気づいたので、ここもちょっとプラスでお知らせしておきます。ここは左が前で、最後に来るこの模様のこの部分は右が前がいいです。はい、そうすると縁が、なんていうのかな、かぎ針編みでいうとバックコマ編みみたいな感じでポコポコして結構しっかりもするし、縁編みがいらない感じの編み地ができます。最初はね、左前も右が前もどっちでやってた、右前で全部揃えてたんですけど、右表を見た時の右側のクロスの模様は左前がいいということに途中で気づきました。はい、今はだからもう左前に編んでいます。7玉ぐらいで編めるかなと思ってて、もうちょっと大きくしてもよかったかなとは思っています。3号針で編んでいるのでなかなか進みはしませんが、すごく集中してね編めるブランケットなのでちょっと時間はかかるとは思いますが、丁寧に編んでいきたいと思います。はい、では今日はここまでにします。また次の動画でお会いしましょう。